はい、また一冊の本をご紹介いたします。今日は自分の言葉で人を動かす、小暮太一さん、という方の本です。で、帯にはですね、あなたの言葉に吸引力、説得力、影響力が宿る、企画書、営業トーク、会議から映画の感想、SNS まであらゆるシーンで、自信が持てると、こういうふうに書いてあります。で、本の中身はですね、内容は大変シンプルなんですけれども、最初の方に書いてあるある視点ですね、これが重要ってことが書いてあるんですが、私自身はですね、資料としての、ホームページとかブログとかね、そういったもので、あるいはこういった YouTube の動画でも、自分の見込み客層の方々のお悩み解決に役立つ情報発信をする場合のですね、基本的な考え方っていうかね、視点について、大変参考になりました。で、最後の方のですね、その前半の方の基本的な視点だけではなくて、最後の方に、プラスアルファで付け加えることで相手の共感を得やすくなるようなポイントがね、いくつか書いてあって、こちらもなるほどなと思いました。参考にさせていただいております。